皆さんこんにちは。伊豆市長の菊池です。今日は市の公共施設の在り方についてお話をさせていただきます。内容は少し長いのですが、 2,3 分ずつ YouTube で流しますので、関心のある方は続けてお聞きいただければと思います。時代が大きく変わってきました。これまではこちらの区にあればやはりうちにも欲しい、今度はあちらにあれを作りましょうという時代でしたけれども、もうそのような行政を続けることはできません。今まで使っている施設も大胆に見直させていただく必要があります。今日はその状況と将来像についてお話をさせていただきます。まずその前提として、平成20年と平成30年の10年間の経済と人口の状況についてお話をします。私が市長になりました平成20年から10年の間に、大変残念ながら人口は大きく減ってきました。-16% です。伊豆市だけでなく、大体伊豆市から南側、下田、松崎、南伊豆町まで同じような状況です。ただその中にあって、伊豆市は経済は皆さんの頑張りで随分いい成績を残しています。大体伊豆市の総生産、経済活動の全体像を示す数字は約1000億円です。約1000億円。毎年多少の増減はありますが、平成20年と30年を比べるとプラス 1%。 これは伊豆市、新幹線の駅のある三島市、 V 字回復と言われている熱海市、大体この3つの市が横一線で第二グループとなっています。経済の独り勝ちはお隣の伊豆の国市、強いですね。大学病院があり、駅が5つあり、全国に知られた大企業があり、たくさんのお店があり、経済的にはとても元気です。で、伊豆市の経済はこれまで頑張ってきましたが、このままでは人口減少によって経済が悪くなる恐れがあります。この次はその点についてお話をいたします。